グループ BJ 総本山クラブダーリン、積み上げてきた歴史10年、当時では異業だった年間1億5000万を売り上げたカリスマたちが在籍。そんな歴史あるホストクラブの10周年祭が開催された。そしてクラブダーリンの絶対的存在優雅が代表取締役に就任。10周年、そして優雅の代表就任が祝われる。満員御礼、そして閉店まで鳴りやまないシャンパンコール。歴史的一夜をご覧いただこう。前回開店直後から怒涛の高額オーダーラッシュで今のクラブダーリンの勢いを見せつけた。今回最高級の5機のシャンパンタワーに超高額オーダー連発。さらに異次元な夜に突き進んでいく。この日ゲストとして来店したクラブダーリンアイドル十条嵐が超高額の先陣を切る。リーガー代表主任おめでとうございます。本当にクラブダーリンにいたのは2年ぐらいだったんですけど、めちゃくちゃお世話になりました。僕にとっての太陽なので、ずっと輝いてくれてる人がいるってめちゃくちゃね、ありがたいことなので、次の太陽はトーマだと思ってるんですけど、はい、ここから全員で盛り上げていきましょう。ダーリン10周年おめでとうございます。代表も主任おめでとうございます。プレゼンコールになりました。マジ頑張ろう。10周年でぶっちゃけよくわかんないです。まあお前はな。けど結局まあ代表がね、入った時の楽しみ。あ、俺もめちゃめちゃお世話になったんで、それだけはお祝いしたいということで、ダーリンを入れさせていただきました。ダーリン、周年盛り上げてもらえます。周年最後なんですけど、僕はやっぱり代表一番好きなんで、代表、就任おめでとうございます。代表が一番好きなマグロみたいになりました。代表になりが代表になったってことは本当に僕はめちゃくちゃ嬉しいんで、これから支えていくので、これからもずっとよろしくお願いします。頑張ります。止まらないシャンパンコール。クラブダーリンの全従業員が一丸となって周年祭を盛り上げていく。従業員もお客様もどんどんボルテージが上がっていく。そして5人の素敵な姫たちから出たプラチナブラックタワー総額1200万シャンパンでございました。5機の最高級シャンパンタワーが登場。10周年に携わる感じで、次は20周年やりたいなと思ってます。そして代表、本当におめでとうございます。これからもダーリン尽力する。ずっとよろしくお願いします。姫様もずっとよろしくお願いします。おめでとうございます。3年に続け、終点祭でね、こうやってタワーしてもらえてマジで嬉しいです。まあ、ダーリンが練習終年なんですけど、まあ、そのうちの4分の1から、今月で2年と半年ぐらいやらせてもらってて、まあ、ジュニアの時からずっとね、こうやってタワーやらせてもらって、本当に。嬉しいっす。キャリアもね、7年っていう中でクラブダーリンの流れをね、現役で考えるとリーグ不審にしかね、
いない中で10年って言ってますけどね、15周年、20周年40歳までね、ベテラン化を探してやろうかなと思います。このクラブダーリンが好きで、まあ、このクラブダーリンだから、まあ、僕は今ホストに乗ってるんだなって、ね、感じるので、まあ、本当に、こういうね、映画出してくれて本当に感謝してます。ありがとうございます。クラブダーリンにはね、まあ、いい人たちばっかりで、本当に俺はマジでこいつらいなかったら全然他の仕事してると思うし、俺誰かについていくタイプじゃないけど、優が代表だったから、ついていこうと思えたし、マジで僕がここまで店と人を愛したのは人生で初めてなので、この場にね立たせていただいて本当に、ありがとうございます。ダイリン10周年と代表の昇格おめでとうございます。ただ社長に、まあ、入店した時からこの店にはアレン社長がいて、光会長がいて、まあ、社長がいて、まあ、ついにスターがいると、この店には一生懸命いないといけないって教わってきて、まあ、僕がそのトップを走り続けると思ってるし、この店とか、このグループの顔を抱きたいから、売り続けたいと思ってるんで、姫様協力お願いします。ダーリンが10周年なんで、まあ、この歴史あるいいお店を僕が強くしていきます。大丈夫、僕に任せてください。ずっと言われてて今でも言われてるので、このクラブダーリンが、ね、なくなったら、BJ は終わりだと、常々言われています。ダーリンのね、この10年の歴史で代表になったのは、まあ、一条光会長と社長になった僕だけしかいなかったんですけど、3人目のね代表が、この4月にね周年月に生まれたっていうことで、めちゃくちゃメモリアルな10周年で3人目の代表が生まれたっていう。この店の代表ってめちゃくちゃプレッシャーかけられるのね、本当に。今でも言うのにもめちゃくちゃ言ってるし、まあ俺は会社にも言われるしっていう。それでも3人目のね代表になるって、責任感を持ってね強く、まあ、僕の前に言ってくれたので、プレッシャーに関しては、まあ、俺がね感じればいいだけだし、みんなには関係ないことなんで、俺はみんながね楽しく仕事してくれればいいし、あの隣の女の子を一番幸せに、してくれればそれがね、一番だと思うから。ただ、ホストってねめっちゃろくでもないやついっぱいいて、顔だけのやつとか DV するやつとかいっぱいいるんだけど、正直な話ね、ダーリンは本当にいいやつの集まりだし悪ガキばっかりだしどうしようもないんだけど、まあ、俺が全部あの責任取るんで、ただ売り上げが全ての世界、何やってもいいから、イベントとか、大事な日には必ず集客してシャンパン入れてくれれば、あと俺が責任取るんで、俺は目指してるのはクラブダーリン一番、ホストで歌舞伎町でも一番だし、BJ でもナンバーワン、それはみんなが思うことだから、綺麗なこと言えないんですけど、みんなが大好きなんで、これからも、役職者リーダー含めて、そして新入店主を含めて、このクラブダーリンが、歌舞伎町で一番取れるように頑張っていきたいと思います。クラブダーリン最高おめでとうございます。優雅が面接に来た時から知ってます。 JKC 絶対取るんでって言ってたのも知ってます。そんな彼がね、代表就任してヒゲの似合う男になってほしいなと思います。はいそうよね、頑張ります。あさって活動行きます。ヒューガ本当に、代表取締役おめでとうございます。めっちゃ気合入ってます。すごくね、いいやつなので人として、ただ、女性からも男性からも好かれるっていうのは、テンプの才能だなと思いますし、ここまで太陽な星の下で生まれたので、これからもね、10年、11年、12年もっと、続いてほしいなと思っております。これを見たまだ見ぬ、男の子、一緒にね働いてほしいなと思うので、これからもよろしくお願いします。クラブダーリン10周年おめでとうございます。クラブダーリンの10周年祭は4月9日にも行われ、ここでも5機のシャンパンタワーが登場し、盛大に10周年が祝われた。10周年という記念すべき年を迎えたクラブダーリン、そして3代目代表取締役優雅が誕生。
新たな体制となった彼らが歌舞伎町を盛り上げ席巻していく。 Money, money, please, money, money. Let's go! Be on!